こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では30代で買って良かったアイテムベスト7というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいと思っております。僕はですね、一応年齢非公表という形で皆さんにお伝えしてるんですが、具体的にお伝えすると、今年はですね、30代ラストイヤーで、言ってしまえばですね、あと数ヶ月で40代を迎えてしまうわけなんですね。まあいろいろとですね、振り返ると僕も30代でいろんなものを買ってきたんですね。中にはすごく買ってよかったなというものもありますが、まあ買い物のほとんどはですね、長期的な目線で見るとちょっと失敗だったなというものもですね、結構少なくないんですね。まあその中で僕が30代でこれは経験しておいてよかったなというものをですね、皆さんと一緒に今回はシェアをできればなと思っております。どのアイテムに関しても思い入れが強くあるんですが、まあ正直ですね、もう一回手放して買い直すかといったら微妙なものもあったりするわけですね。というのも、30代で買ってよかったというのは、それはアイテム単体の魅力が素晴らしくて、今も継続的に使っているというものだけではなくて、まあ今はあんまり使ってないんだけども、30代で経験しておいてよかったなというものも含まれるんですが、まあ皆さんの少しでもですね、参考になればなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、30代で買って良かったアイテム一つ目から解説したいなと思ってるんですが、まずはですね、僕が30代で買ったものの中で一番高額だったもの、言ってしまえば30代というよりもですね、僕の人生の中でファッション関連のアイテムで一番高かったものがまさにこのアイテムなんですが、今僕も着用しているこちらの時計ですね、いわゆる機械式時計というもので、これはですね、僕が33歳ぐらいの時にですね、購入したものなんですね。ジャガールクルトというブランドのですね、機械式時計になるんですが、これはですね、ちょっと僕の中でも、なんだろうな、せっかくだったら人生に一度ぐらいはこういったちゃんとした時計が欲しいということで、半分ネタのような形で買いました。正直ですね、僕の世代、30代後半から40代前半ぐらいだと、時計に関する感覚って、その上の世代ですね、40代後半からそれ以上の方々って、結構機械式時計に対して憧れだったりだとか、所有をしてみたい欲っていうのが強いかなと思うんですが、僕ら世代って正直ですね、周りの人間を見てみても、そこまで時計に対する憧れだとか、いつか持ってみたいなという思いって、そんなに強くないかなと思うんですね。僕自身ほとんど興味がなかったんですが、一番最初にですね、僕が本を出版したタイミングというのが、今から7年前だったんですが、まあその時の記念として、何か形に残したいなということで、購入したのがこちらの時計なんですね。まあ非常にですね、気に入っています。非常に気に入っている反面、正直ですね、つけるような頻度はかなり少ないですね。まあぶっちゃけて言うと、僕は両腕に何かついている状態よりも、何もない方が落ち着くし楽で好きなんですよね。なので特に秋冬に関しては結構ですね、このように腕が隠れてしまうので時計をしないことが圧倒的に多いです。これから春夏になってくると、やはり腕の露出が増えてくるので、その時には一つのアクセサリー感覚ですることは増えてくるんですが、それでもですね、このような機械式時計というのはそれなりに気を使うこともありますし、機能性で言ったら決して便利なものではないんですね。2日ぐらいつけないと時計は止まってしまいますし、定期的なメンテナンスも必要だったりするので、その都度結構な費用がかかるんですよね。まあそういったところを考えると、こういった機械式時計はですね、本当に贅沢品、個人の趣味としての側面が強いかなと思うんですが、やはり物欲世代としては、まあ一度は体験したいなということで、買ってよかったなとは思ってます。使う機会というのは年々減ってきていて、今ではですね、この時計をするのは仕事ですね。外での仕事で、ちょっと気合を入れたいという時にはこれをするようにしているので、僕にとってはこちらはお守り代わりというか、自分にですね、自信をつけるための一つのツールとしてですね、これは活躍してくれてるんですね。ですので、もう実用的なアイテムとしては、まあ正直そこまでですね、必要性は感じないので、もしですね、僕が今30代前半だったら、買うか買わないかっていうのは微妙なところですね。一度経験することができたというその感情だけで、非常にですね、これは価値があるかなと思ってるんですが、動画を見ていただいている僕と同じぐらいの世代の方は、まあ一度ぐらい経験してみるのはいいかなと思うんですが、まあ正直使い勝手で言うと、こういったものよりは、今僕もですね、時々こちらも使ってますが、
Apple Watch ですね。これの方が使い勝手はもちろんいいですね。こちらもやっぱり定期的に充電しなくちゃいけないので、まあ習慣化が必要だったりするんですが、まあはるかにこっちの方が楽ですね。ちょっと頑張ってエルメスモデルを買ったわけなんですが、これは通常版で全然良かったかなと思います。まあいずれにしろこう時計というものがライフスタイルにですね、しっかりとマッチする人としない人がいるかなと思うんですが、まあ僕にとってはそんなに時計というのは必需品ではないかなと思ってまして、その点ではですね、アクセサリーだとか、あとはちょっとした自信をつけるという意味では活躍してくれるので、まあ買っては良かったなって非常に思ってるんですが、今後買い直したりだとか、本数を増やすことはまずないかなと思ってる相手なので、そのあたりもぜひ皆さん参考にしていただければなと思っています。はい、続いて2点目ですね。これはですね、レザーのトートバッグですね。これはお仕事の時に使うバッグとして、僕の中ではもう3年ぐらい活用してるんですかね。動画の中でもよく出てきましたが、サンローランというブランドのもので、ブラックのレザーのですね、トートバッグなんですが、パンチングでイブサンローランのロゴがですね、うっすらと開いているものなんですね。今、現行ではこれ売ってないのかな？あまり見かけることがないです。このような形のものは今でもあるんですね。イブサンローランのロゴがあって、まあ正直こっちの裏面のですね、何もない形、何も装飾がない形が、まあ結構近いかなと思うんですが、こういったイブサンローランのものはあるんですが、まあちょっと特別感があるこのパンチングでロゴが開いてあるモデルですね。これは買ってよかったなとは思っています。ただこちらも時計と同様に使う機会は年々少なくなっていますね。これもね、やっぱりこう、年を追うごとにライフスタイルだとか、自分のスタイルっていうのは変化するものなんですね。正直これもほぼ一生ものじゃないですけど、相当長く使いたいなと思って買ったんですが、今でももちろん使ってるんですが、使う頻度がどんどん減ってきてるんですね。というのも荷物がどんどん少なくなっていますし、ちょっとしたお出かけだとか、そういった時には、もっと簡単なトートバッグを使うことが少なくないので、この子の出番がですね、そこまで多くはないんですね。だいたい月にですね、3回とか4回ぐらいですかね。それぐらいしか活用しないんですけども、先ほどの時計と同様に、持つと気分が上がって、自信を持つことができるという意味では、しっかりとしたバッグを持っておくのは、僕は間違いじゃないかなとは未だに思っています。そしてバッグなんかもトレンドの動きとしてはそこまで早くはなくて、まあ3、4年ぐらい前に買ったこちらのバッグ、今でも店舗で置いてありますし、それなりにですね、堅牢なので、そこまで経年変化も強くは出ないんですね。それなりに味は出ているんですが、決して古臭くはならないので、僕は動画の中でよくですね、5年以上の服とかは手放した方がいいですという話をしますが、こういった時計だとかバッグに関しては、そういった年数を超えて使うことができるので、ある程度元を取ることができるのかなとは思っています。まあ一応バッグにもトレンドがあって、形的にはもっとコンパクトなもの、いろんなトレンドもあったりしますが、やはりこのようなレザーバッグというのは王道で、これから先もあり続けるものなので、皆さんの中でもちょっと背伸びをして、ちゃんとしたものを買っておくというのは、まあ後悔がない選択かなとは思います。ただあまりに背伸びをしすぎる必要もないのかなと思ってます。一生ものっていう言葉はないと思ってますので、皆さんにとって負担になりすぎるっていうのは良くないかなと思うので、まあせいぜい5年から7年ぐらい使うようなイメージで、皆さんもこういったレザー系のトートバッグには投資をしてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、レザーシューズですね。これもしっかりと投資をしたものをですね、いくつか持っているんですが、最初に本音をお伝えしてしまうと、結構ですね、この30代革靴はいろんなものを買いました。いわゆるですね、名だたるブランドのものを買ってきて、オールデンだとか、クロケット&ジョーンズだとか、パラブーツだとか、まあ、本当にいろんなところのシューズを買ってきたんですが、僕の手元に残ってる革靴って本当に少ないんですね。しかも今日痛恨のミスで、僕が一番気に入っているクロケット&ジョーンズのローファーをですね、自宅に置き忘れてしまったわけなんですが、ちょっとその代わりに今回ご紹介したいのは、まあ、動画の中でもよく出てくるこちらはジョンロブというブランドをですね、ローファーになるんですね。これはですね、自腹で買ったものではなくて、ある方から譲り受けたものなんですけども、これもですね、形すごくベーシックで、まあ、いつの時代にも間違いのないデザインなので、まあ、持っておいて間違いのない靴なのかなと思ってます。僕がですね、動画の中でよく履いてるのもこちらなんですね。まあ、正直ですね、靴のサイズがちょっと僕にはちっちゃいので、外でガンガンに履くというものではなくて、もう本当にこう、事務所の中で撮影がある時に履くようにしてるんですが、こちらと、あとはクロケット&ジョーンズのローファー、ほとんど形は似ているところではあるんですが、
この2つは、まあ、今後も手放さないですし、しばらく持っておきたい靴なのかなと思っています。まあ、今までの3つどれもそうなんですけども、結構買った段階では気合を入れてるんですよ。男だったら一度は持っておきたいものとか、ちょっと投資をしてでも我慢をしてでも買いたいというものをですね、これまで3つご紹介したんですが、やはり時代の変化とともに自分の価値観も変わりますし、あとはですね、トレンドみたいなものも変わっていくので、その中で使う頻度というのはどれも減ってきてるのは間違いがないんですね。このようなレザー系のローファーもそうですし、あとはかつて使っていたオールデンとかもすごく気に入ってはいるんですけども、やはり普段ですね、気軽に履くのはこういったレザー系のシューズよりもスニーカーが圧倒的に多くなってるんですね。その揺り戻しで時々こういったローファーとか履きたくなるんですが、まあ頻度としてはですね、そこまで多くはないのは間違いがないかなと思うんですね。ただ30代という時期にこのようなレザーのシューズしっかりと投資をしておいて僕は良かったなと思うんですね。一度こういったものを経験しておいて、物の品質の良さだとか気分の高揚というものを味わえて、一応ですね、ワードロープの中に1足2足ぐらいあれば、今後はそこまでですね、思い切って投資をすることもないですし、かえって冷静に堅実にですね、相手も選ぶことができるかなと思うんですね。ちょっと大きめの買い物は30代に済ますことができたというのはですね、個人的には満足度が高かったかなと思っています。まあ本当にレザーシューズも仕事柄いろんな価格帯のものを見るんですが、高いものには高いものの魅力、めちゃくちゃあります。革の質感、細かいですね、ディティールだとか、作りの良さというところには違いがあるんですが、ただですね、贅沢品です。そこまで微差がわかる方って多くはないですし、僕もですね、好きではあるんですけども、日常的にはもう少しお手頃な3万円から5万円ぐらいの靴でも十分すぎるかなと思ってるんですね。今からですね、僕が気合を入れて10万円以上のシューズを買おうかっていうと、なかなかですね、そういった気分にはなれないんですね。それよりも今のトレンドに合わせながら、いろんなスニーカー定期的に買い替えてあげた方が気分が変わるし、そのあたりはいいのかなとは思ってるんですね。ただ経験としてこういったレザー系のシューズ、ちゃんとしたものをですね、30代で買えてよかったなと思うので、ぜひまだ経験したことがない方は試着会でもいいので、こういったもの手に取って触れて体験してみるのもいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて4点目はですね、僕が今着てるこちらですね。レザージャケット。これはちゃんとしたものを買っておいて、本当に良かったなと思っています。いつもですね、動画の後ろの方にこちらのレザージャケットってかけておいてるんですが、これはなぜここにかけてあるのかというと、僕にとっては思い入れが強くて、非常に気に入ってるアイテムだからなんですね。そしてもう一つ理由がありまして、実はですね、ほとんど着ることがないからなんですね。もう着ることはないんだけども、でも長年持っていて手放せない服といったら、僕の中ではこのレザージャケットが、まあ一番最初に思い浮かぶわけなんですが、これはですね、中目黒にお店があったりするんですが、ノンネイティブというブランドのレザージャケットなんですね。これはね、本当に気に入っていて、いろんなレザージャケットを見てきましたが、なかなかこれを超えるもの、僕自身の中では出てこないぐらいですね、気に入っているんですね。まあ形はですね、こうシングルとダブルの間ぐらいですね。このバランスがですね、個人的にはすごく気に入っていて、レザーの厚みもですね、決してこう薄すぎないし、チープに見えないのと、あとはですね、そんなに重さもなくて、動くのもそこまで辛くはないんですね。まあ最近はこういったレザージャケットももっと軽くて動きやすいものも出てきているので、そういったものに比べるとまだまだ着心地という点では、まあ完璧ではないかなとは思うんですね。ただこのレザージャケットのデザインとか、あとはシルエットを含めて、個人的にはめちゃくちゃ気に入っているので、30代で買ってよかったアイテムの一つに挙げてみたいなというふうに思ってます。まあこういったものって男の憧れじゃないですか。やっぱり男性だったら一度はレザージャケットを着てみたいなとか、所有してみたいなという夢があると思うんですね。僕もそれがずっとあって、というのもなんか10代の頃にバイクに乗っていたりだとか、あとはバンドみたいなのもやってたりしたので、なんかレザージャケットっていうものに対して憧れがあって、まあいろんなものも買ったんですが、その中でちょっと頑張って奮発をして、ちゃんとしたものを買おうと思ったのが、まあ31、2ぐらいだったと思うんですね。まあそれぐらいに買ったのがこのレザージャケットなんですが、非常に気に入っているんですけど、
これも着ることはほとんどありません。というか全然着てないです。それには理由があって、まあレザージャケットってかっこいいんだけど、どこで着ていくのかっていうところがなかなかですね、イメージが湧きにくいんですね。それこそバイクに乗ったりだとか音楽をやるんだったらいいんだけども、なんか日常でこれを着ていく場面ってそんなにないんですよね。家族でお出かけするときにレザージャケット着ないし、お客さんスタイリングするときにレザージャケットあんまり着ないし、ちょっと人前に立ったりするときに何回か着たことがあったりするんですが、やっぱりレザージャケットのイメージって人それぞれで結構いかつく見えたりだとか、強そうに見えたり怖そうに見えたりすることもあるので、まあ人前に立つときに着るのはちょっと難しいのかなと思ってみたりだとか、そう考えるとレザージャケットがめちゃくちゃハマる場面って僕はね、見当たらないですよね。なので、まあだんだん着なくなってしまって、もう登場場面としては全然多くはないんですよ。ただやっぱり見た目的にはめちゃくちゃかっこいいかなと思うんですね。いろんなファッション系の YouTuber の方とかもレザー系ジャケットをおすすめしていて、それめちゃくちゃかっこいいかなと思うんですが、僕的にはかっこいいんだけど出番がなかなか見当たらないっていうところの、このジレンマみたいなものは感じているんですね。だけどやっぱり男だったら一度は買ってみて、それを体験してみるっていうのは非常にいいかなと思うので、まだ買ったことがない方であれば、まあセレクトショップのオリジナルとかで3万円前後でですね、レザージャケットを買うことができるので、一度は経験してみるのもいいかなと思います。大人の男性が白いニットと合わせてみたりだとか、あとはスラックスなんかに落とし込んでみたりするのは意外とおしゃれだったりするので、まあ、かえってですね、40代、50代の僕よりももうちょっと上の世代の男性が綺麗めに着こなすというのはすごくかっこいいかなと思うので、レザージャケットもですね、ぜひ皆さんトライをしていただければなと思っています。はい、続いて5点目のアイテムなんですが、ネイビーのセットアップですね。僕も今着用してるんですが、ちょっと下は見えなくて恐縮なんですが、ネイビーのジャケットとネイビーのスラックス、この2つのセットアップというのは、まあ、僕の中ではもうスーツ的な感覚で一着ちゃんとしたものを常に手元に置いとこうと思ってですね、揃えているんですね。まあ、僕の動画の中でも結構ですね、こういったネイビーのセットアップ皆さんにお伝えすることも少なくないかなと思うんですが、僕自身も大好きで、今までネイビーのセットアップは何パターン買いましたかね。もう2桁ぐらいは買ってるかなと思うんですが、その中でも個人的に気に入って一番よく着てるのは、今着用しているイタリアのタリアトーレというブランドのセットアップなんですね。これが僕の体型には非常によく合っていますし、あとは肩パッドなどを省略したすごくですね、ライトな着心地、そして T シャツだとかニットとかそういったものにも合わせやすいですし、もちろんですね、ノーネクタイシャツだとか、あとは場合によってはニットタイぐらいであれば、タイドアップしてもですね、合わせができるので、こちらのタリアトーレのネイビーのセットアップは個人的にはめちゃくちゃ使い勝手がいいなというふうに思っています。で、サイズ感に関しても、やはり最近はちょっとゆったりめというところが全体の雰囲気かなと思ってるんですが、ネイビーのセットアップに関しては個人的にはですね、様々な場面で着たいので、先ほどもお伝えした通り、タイドアップすることもあったりするので、サイズ感はもうジャストサイズが使いやすいかなと思ってますね。僕は身長164センチ53キロで普段は S サイズを着ることが多いんですが、こちらのセットアップはいわゆるイタリアのサイズで42というものを着用しています。これでジャストサイズですね。まあ皆さんもですね、ぜひ体にぴったりと合ったネイビーのセットアップは、まあ買っておいて間違いがないかなと思うんですね。これを買ったのは今からちょうど1年半ぐらい前かなと思うんですね。ちょっと大きな撮影があって、その時に着用したいなと思って買ったものなんですが、こういったものが1セットあると、まあ様々な場面で着ることができるので、僕ら大人世代だったら、例えばジャケットだけ単品で T シャツの上に着て、ちょっといいレストランに出かける時にも OK だったりしますし、あとは子供のイベントですね。入学式やら卒業式やら授業参観やらいろんなイベントがありますが、そんな時にも、まあスーツがあればそれはそれでいいんですけども、僕はスーツだとちょっと硬すぎるかなと思うので、このようなネイビーのセットアップが1セットあるとすごく便利なんですよね。そしてビジネスカジュアルでも使うことができるので、こういったものは、まあ大人の男性であれば30代のうちに1着買っておくといいかなと思いますし、もちろん40代以降の男性にとってもマストのアイテムかなと思うので、ちょっと背伸びをして良いものを買ってもいいんじゃないかなと思うんですね。オーバーサイズのものだとやはりトレンド感があるので、ちょっとこれから先どうなるのかわからないですが、ジャストサイズのネイビーのセットアップというのは、これからも定番として必ずあり続けるものなので、こういったところには投資をしておいて、まず間違いがないかなと思うので、僕が30代に買って間違いのなかったアイテムなのかなというふうに思っています。はい、続いて6点目のアイテムなんですが、こちら、
ニューバランスのスニーカーですね。僕が今回持ってきたのは992というモデルなんですが、先ほどですね、レザーシューズを皆さんにご紹介しましたが、あちらはですね、30代買ってよかったんですが、これからも何度もリピートして買っていくという類ではなくて、30代の中で経験できてよかったというジャンルなんですが、こちらはリアルにガンガン使っていて、これから先もですね、定期的に買い替えていきたいなというスニーカーかなというふうに思っています。まずは履き心地の点ですね。2022年現在において、やはりですね、履き心地だとか、様々なコーディネートに合わせやすいというところで言うと、ニューバランスのスニーカー、まあ本当に使い勝手がいいのかなと思うんですね。ただこのスニーカーにはものすごくデメリットがあって、スニーカーって基本的に1万円台のものが多いと思うんですね。アディダスで言ったらスタンスミスとかもそうですし、あとはナイキのスニーカーですね。このあたりも基本的には1万円台のものが多いんですが、ニューバランスのスニーカーってもちろん1万円台もあるんですよ。僕が持ってる中では 2002R とかは1万円台だったかなと思うんですが、自分の物欲を満たしてくれるような非常に満足度の高いスニーカーになってくると2万円オーバー、中には3万円オーバーだったりするものも出てくるんですね。そういった点ではめちゃくちゃ高いんですよ。そこがニューバランスの一つのデメリットでもあるかなと思うんですが、難しいことにですね、値段が安いもの、安くていいものっていうのも、それまた満足度は高いんですが、それなりに値段はして手が入りにくくて、なおかつ作りがいいものっていうものは、やっぱり所有欲を満たしてくれるんですね。その点このニューバランスの990番台というのは間違いのない選択肢なのかなと思っています。もちろんですね、スニーカーにも流行があって、また3年後、4年後、5年後になったら、どのブランドが旬なのかは変わってるかなと思うんですね。ただニューバランスというのはやっぱりですね、定番的な位置づけであって、この勢いっていうのは、まあ今すごく強いんですが、今後も一定の人気は続くんじゃないのかなとは思っています。普通にこれを見て3万円を超えるスニーカーだと思う方は少ないと思うんですよね。まあ、正直派手さもないし、ちょっとおじさんっぽさもあるようなスニーカーなんですが、ただ分かる人にとっては分かるような、玄人的な立ち位置という意味では、ニューバランスというのは僕は絶妙なラインかなと思ってまして、これは30代にちょっと頑張って投資をして良かったスニーカーなのかなというふうに思ってます。まずは996とかそのあたりのスニーカーが1万円台で買いやすくていいかなと思うんですが、そこから始めてニューバランスの魅力にある程度気がついたら、こういった900番台のような、ちょっとレアでなかなか手に入りづらいんだけども、所有欲が満たされるようなスニーカーですね。僕は現在の革靴の代わりになるのかなと思ってるぐらい、こういったスニーカーというのは便利かなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目は、僕が今着てるアークテリクスのソフトシェルですね。このアイテムはもう20代の頃から欲しいなとは思ってたんですね。まあ、ビームスでコラボレーションしてたりだとか、様々なお店で少しずつアークテリクスというものを見るようになってきて、ああ、いいなとは思っていたんですが、値段がね、結構アークテリクスって高いんですよね。なんで気軽に買いづらいなというところで、なかなか20代の頃だとか、30代前半の頃はですね、手が回らなかったんですが、まあ思い切ってですね、30代後半になってから、まずはスコーミッシュフーディーというモデルですね。僕の動画の中でもよく解説してるものなんですが、あちらは結構アークテリクスの中では割と手頃なラインなんですけども、まあ2万円前後ぐらいで購入することができたんですね。で、そこで、まあアークテリクスの使い勝手の良さ、日常的にガンガンに使えるし、あとは旅先でもちっちゃくまとめることができるので、様々なとこでも持ち運びができるという良さを知って、そこで今年になって、まあようやくですね、踏ん切りがつきまして、まあ確か5万5千円ぐらいしたと思うんですが、このアークテリクスのベータ LT 買って本当に良かったなというふうに思ってます。このようなソフトシェルというのは、まあ様々な機械で使うことができて、まあいわゆるアウトドアシーンだけではなくて、待ち着として活躍することができるんですね。まあ例えば T シャツの上にサクッと着たりだとか、まあニットだとかシャツの上に着ることもできるので、まあ合わせ方次第で様々なコーディネートもできますし、やっぱりですね、雨風防いでくれるというところはすごく便利で、まあ一着持っておいて間違いがないアイテムだったかなというふうに思ってます。これは記念的な意味合いというよりは、まあリアルに使い勝手がいいという点で僕は満足度が高いかなと思ってるんですが、今のライフスタイルですね、ある程度機能的でガンガン気にせず使えるというアイテムというのは、僕はちゃんと投資をする価値があるかなと思ってるんですね。まあ先ほどまでご紹介してきた機械式の時計だとか、レザーのトートバッグだとか、レザーのローファーみたいなもの、そういったものって小綺麗なもので、割と日常の中でガンガン
ん使うというよりは、ちょっとした特別な機会に使うことの方が多いかなと思うんですが、一方でこういったナイロンジャケットだとか、ニューバランスのスニーカーっていうのはもう日常使いですね。ガンガンに活用する機会が多いもの。まあこういったものにはある程度投資をしておいても、着る機会とか使う機会が多いので、元が取りやすいんじゃないかなと思うんですね。そういった考え方の違いというのが、この30代の前半と後半でも大きく変わってきたのかなと思っています。今ではどういったものに投資をしようかと考えた時に、着用機会が多いものですね。まあ、スニーカーに関してはラフなものなんだけども、もう日常的にガンガンに履くので、もうあんまりレザーシューズには投資をしない代わりに、ちょっとスニーカーもちゃんとしたものを買おうかなという感覚になってきましたし、カジュアルなこういったですね、シャカシャカ系アウターも結局使う機会が多いので、そういったものにはある程度投資をしてもいいのかなと思うようになったのが、まあ大きな変化だったかなと思います。ぜひ皆さんもね、こういったアステリクス、他にもですね、ノースペースだとかパタゴニアだとか、様々なブランドでこういったシャカシャカ系のアウター、ちゃんとしたものが売ってますので、ぜひですね、ライフスタイルに合う方はチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では30代で買って良かったアイテムベスト7ということで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあ本当にですね、前半は記念的なものですね。これは経験できて良かったなというですね、ちょっと哀愁のあるようなアイテムをお伝えさせていただきました。時計だとか、あとは革靴だとか、あとはレザーのトートバッグだとか、そういったものは今現行もですね、活躍しているんですけども、活用機会というのはそこまで多くはなくて、一方で後半のですね、ニューバランスのスニーカーだとか、あとはアークテリクスのナイロンジャケットだとか、このあたりはガンガン使ってるので、本当に30代でも前半と後半で何が良かったのかは大きく変わっていくかなと思うんですね。まあこれから僕は40代を迎えるわけなんですが、時代の変化とともに何がよく感じるのかは大きく変わっていくかなと思うので、それも楽しみながらですね、40代をですね、全力で駆け抜けていきたいなというふうに思ってます。まあいずれにしてもですね、今回ご紹介したものって、いわゆるプチプラ的なものではないかなと思うんですね。安くていいものというのは、正直30代とか40代だとか、ある程度10年ぐらいのまとまりで見た時には、そこまで記憶には大きく残ってないんですね。これは仕方がないことだと思うんですね。ある程度お金とか労力をかけて手に入れたものというのは記憶に刻まれますし、やっぱり満足度も高かったりするんですね。ですのでこれから40代を迎えるにあたって、やはりですね、僕はプチプラ的な洋服も楽しみつつも、経験をしっかりと得るために様々なものにも投資をしていきたいなと思ってます。またこちらの動画でもですね、これは良かったというものはどんどんご紹介したいなと思っていますので、ぜひこれからの動画もお楽しみいただければなと思っています。まあ、このような形でですね、こちらのチャンネルでは結構ベーシックな内容をお伝えしてるんですが、僕はもう一つ展開してます、YouTube のメンバーシップチャンネルでは、中級者向けのセレクトショップのオリジナルだとか、あとは今回ご紹介したような結構こだわりのある商品に関しては、メンバーシップでお伝えすることが多いので、まあ、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っております。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。